経済学者政治家会計検査院議長。2007年から2012年まで、ロシア連邦保険社会開発省を務めた。同じく第2次、ウラジーミル・プーチン内閣で、産業貿易省を務めたビクトル・フリステンコ、元首相代行は夫である。モスクワ州、ムイチ市出身。1987年。 プレハーノフ記念モスクワ国民経済大学を卒業する。専門は労働経済学。1987年ソ連労働、社会問題国会労働研究所に入り、研究員となる。1990年ロシア共和国国会予算、財政部指導エコノミスト。1992年ロシア財務省、上級エコノミスト、主任エコノミスト。 予算局財政政策分析部長。1995年予算局次長。1998年4月から8月まで予算局長。1998年8月財政政策金融局長。1999年7月から2002年7月まで財務時間。2002年8月第1財務時間。2004年4月。 財務次官。2007年ロシア連邦保健社会開発大臣に任命される。2007年10月20日からは国家販売役委員会副議長も兼務。フリステンコとは2003年に結婚した。2012年5月21日、ドミートリー・メドベージェフ内閣の成立に伴う人事異動で大臣を辞した。翌5月22日付大統領令により、 大統領補佐官に任命された。2013年9月20日より会計検査院議長に就任。ゴリコアは、中ロ両国によって開発された抗インフルエンザ薬、アルビドールをめぐり、アルビドールの製造元で、ロシアの製薬大手ファームスタンダード社との癒着について、メディアから告発された。この不祥事により、アルビドール夫人のあだ名で揶揄された。 http://www.echo.msk.ru スラッシブログ moscowdoctar ス 851460-ech o スラッシュ http://www.mark ru p o l i t i c s a r t i c l e 2011-04-21583254 コックナムポサディットフェデラルニーミニストロフ HTML ありがとうございます。